はい、どうも、ムライアンです。本日も三宮周辺で食べ飲み歩き行ってきたいと思います。今ね、ちょうど三北通りのね、あの南側かな、西側かな、来ておりましてね、こちらからね、お店のを探して徘徊していきたいと思います。美味しいものね、たらふく食べていきたいと思います。それでは行ってまいります。はい、三北通りを出て西側に向かって歩きます。こちらの路地を入ってみましょう。はい、どんどん北側に向かって歩いていくと、なんだかいいお店を発見。今回はこちらの焼肉屋さんに行ってみたいと思います。店内もカウンターとテーブル席があって、とっても広々としております。まずはドリンクメニュー、何を飲もうかな、いろいろメニューが豊富にあります。チューハイもいいな、うん、カクテルもいろいろあって悩みどころ満載。お、ソフトドリンクもあっていいね。そしてフードメニュー、このネギタンがいいんですよ。むっちゃ美味しそうなメニューがね、たくさんあってね、何を食べよっかな。ホルモンもいい感じ、うん、おお、たくさんありすぎて悩みどころ満載です。こちらの炭で焼いていきます。まずはハイボール乾杯。うん、うん、うまい、グー。まずはナムル盛りを頼みました。まあね、ナムルもね大好きなんでね、いろんなナムルがあっていいですよね。こうやってもやしとかね、本当に大好きなね、ものをね、ちょっとね、食べていく。これがいい。うん。シャキシャキでね、この食気のあるね、味がね、大好きなんですよ。うん。シンプルだが、それがいい。ほんと、お酒にね、むっちゃ合います。そして、ネギタン。このお店に来たら絶対これは頼んでもらいたいものです。こうネギをね、落とさないようにね、乗っけていきます。片面焼きでいいです。両面ね、こうひっくり返す必要ないんでね、片面いい感じでね、焼いてください。ネギをね、落とさないように気をつけて、じっくり焼いていきます。いい感じに焼けてきました。うまそう。それでは早速レモンを絞ってこちらね、いただきます。ガブリ。ほんとね、このネギたっぷりがね、むっちゃ美味しいんですよ。このね、ネギタンがね大好きでね、焼肉食べたいなと思った時にね、まずねこのお店をね思い浮かべます。ああ、ここのねネギタン食べたいなと思って、まあネギも好きなんでね、このたっぷり感がすごいですよ、うん、そしてね、塩ネギ上タンツラを頼みました。こちらまたね違うネギでね、いい感じ。これもね、ネギ落とさないように気をつけろと、よいしょと、まあ、なかなかね、あの絶対落とさないというのはね難しいんですけどできるだけね残した状態でね、ネギは食べたいんでね、うん、よいしょ、後乗せもすることもありますけどね。おお、いい感じだ。それではいただきます。うん、しかもね、あの味がしっかりね、あのついてるんでね、
もうそのままでも大丈夫。ハイボールにむっちゃう。もうね、どんどんいっちゃいましょう。もう大好きなもんはね、もうたくさん食べたい方ですからね。うん、いい感じ。焼けてきてるかな。さあ、ガブガブいっちゃいます。ね。まあね、いつもだったらね、これとね、お米をね、もらってるんですけども、今のところはお酒で我慢です。もうね、初めからね、ご飯いっちゃうとね、食べ過ぎちゃうんでね。ねえ、結構ね、大ご飯、大ライスかなとか頼むとね、うん、初めから行くとおかわりちゃいますからね。ちょっと気をつけないとと。もうね、焼肉大好きですから。そしてガツキャベツでございます。まあ、このガツがね、胃の部分になるんですけども、しっかりねこう混ぜてね、下の方にタレとかがあるんで、タレとよく混ぜていきます。そして小鉢に移しました。このガツがね、とっても歯応えがねあってね、美味しいんですよ。でこのキャベツがね、まあ、塩キャベツというんかな、うん、やみつきになるぐらいね、うん、やっぱり肉ばっかり食べてるとダメなんでね、お野菜もね取らないとと思ってね、キャベツ頼んじゃいました。うん、美味しいですもんね、こういったね千切りになってね、食べやすいし、うん、大好きでございます。そして卵スープも注文。やっぱりね、スープもちょっと欲しくなっちゃったんでね、いただいちゃいました。おうちゃんもやっぱ卵好きなんでね、卵があるとね頼んじゃいます。うん、さあいただきます。とね、寒くなってきたんでね、こういったあったかいねスープとかはね、ありがたいです。体のね、中からね、温まりますからね。うん、まあ、焼肉焼いてるんでね、結構あったかいんですけどね。それでもね、やっぱりこういうね、ホッとするスープはね、うまいです。そして、おいちゃんの大好きなハラミ。これがメインでございます。もちろんメインにはご飯、大をつけました。さあ早速焼いていきましょう。もうね、焼肉行ったらね、最近はねもうハラミだけでいいっていうぐらいね、まあ赤身肉なんですけど、もうそんな感じになってます。昔はいろいろ食べてたんですけどね、もうこれだけあればね、大満足です。これね、いい感じでね、焼けてくるのがね、うん。まずね、そのままタレにつけてね、いただきます。ガブリと、うん、うまい。もうこれがね、米が進みます。もうね、まあ、他の肉よりもね、やっぱこのタレ焼肉はね、お米がね、食べたくなります。うん、うまい。もちろんね、これタレをねしっかりつけてね、お米の上にのせてね、そしてその米もかっくらう。この食べ方がね一番大好きです。うん、やっぱ白ご飯がいい。やばいと、むっちゃおいしい。もう米がもうどんどん、焼肉一つに対してね、もう米ね2、3口いってますからね。もうね、最高でした。美味しかった。ごちそうさまでした。焼肉どんどん様、いかがでしたでしょうか。とってもね美味しいね焼肉いただくことできました。一番初めに頼んだね、あのネギタン、あれね
むっちゃ美味しいんですよ。私が大好きでね、まあ、昔からねこちらのお店はねよく来てたんで、まあもう構成はね初めから決めてたと。一品の一品ずつもね美味しくてね、で最後の締めはねご飯、大ご飯とねハラミ、もうこれに締めると。もうこれをね食べるのがね大好きでね、まあ今回もね来させていただいたんですけども、今回はむちゃくちゃ美味しかったです。本当タイミングよくねちょっといいお席ね座らせていただけたんでね、とても助かりました。ありがとうございます。まあ、あの定期的にねこちらのね焼肉はね来てますんでね、またね美味しいねネギタンとねそれ以外のねメニューもねどんどん食べていきたいと思います。次回はホルモンとかも食べていこうかなと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。